お父さん、ウクライナはめちゃくちゃにされているね。うん、そうなんだよ。お父さん、プーチンが命令してるってひどい人だね。うん、プーチンはひどい人だよ。お父さん、安倍という日本の政治家がそのひどいプーチンに無駄金をつかませてひどいお政治言ったってね。うん、プーチンにつきまとってひどいお政治言った男が人造だよ。お父さん、安倍を許せないね。日本人は黙っていられないね。日本人は黙っているんだ。お父さん、日本人はなんで黙っているの？日本社会のありさま、君に話さなければいけないね。